ちに。なるほどなるほど。無駄なものなんか何もないんだ。ねえ見てリンク、これが鍵かな。風車みたいな形だね。ああそういうことか。お前のその言葉がヒントだ。なるほどなるほど。リンク、これが鍵だね。あと4つだ。どんどん行こう。なるほどなるほど。なんだろうね、新しい英傑でも作ろうとしてるのかな。なんかリンクのっていうよりかはどちらかといえば修理のための試練のような気がするね。めんどくせ。危なおおこれはこれで便利。ものすごいコンパクトに皮膚やん。こっちの方が良い。オパールだ。じゃあとりあえずいいのかな。あとは、どっかからか内部に入れそうだけどな。さっきこれ起動したんだよね。他に侵入経路があるのかな。なんか両サイドに穴が開いてる。あるね、入り口みたいのが。バレた。危な。槍がもったいねえ。これ触ったらあかんな。よし。おー、ルビーだ。部屋があって下に続くフロアだけど先にここも部屋になってんのか。あでもこれってあのこれの真下かだっけ。あ違うな、全然違うわ。
に侵入経路はなさそう。下のフロアがあるけど、とりあえず同じフロアから見ていった方がいいよね。お前も外すんか。え？タイマー爆弾。爆弾ね。さすがにこんな日じゃ聞けねえか。よし。よし、ナイス。これそこ開けちゃうの？大丈夫それ。入り口が増えたってことかな。あれ、なんかこっち側にもなんかルートがあるんだけど。え？なんかこの先があるんだけど。うわ、いた、これよし、ルビーの剣。いやー、これルビーだけ欲しい。あ、上がある。あ、そういうことか。なんだこれ。つかめない。なるほどね。え？なんだ？ちょうど位置があるのか？よし。上にいるか？上にいるね。おしゃい。とりあえず。これで二つ目。あと三つ。頑張ろう、リン
よし。あ、ここもいた。オッケー。あ、ここも開かねえのか。この板は何か意味あったのかな？まあいっか、これは。今の手持ち強いもんね。新品と入れ替えでもよかったかもしれないけど。さてと。あれ？危な。痛い！まずいまずいまずい。あぶねえ。よっ。あぶなー。結構マジになっちまったぜ。あー、この辺に入り口あるかなと思ってきたんだけど、間違いだったようだ。なんならそっちだしね。きついな。エスペル、危なそこからじゃ当たらんだろう。お前は飛べていいなぁ。あ、なんかある。体調エッチ。俺はいいかな。いやでもしかし三続きの道がないな。反対側から攻めるべきか。こっち側だね。あ、そこか。危ない危ない危ない。
だいぶ強引に入ったな。ん？ここだけ空いてるのはなぜだ？なんかできることあるか？さすがに無理だろう。まあいいか。これは戻れこっしょ。よし。あら。よし。あ、そこを何かつなげないといかないな。とりあえずここ開けて、あ、スララがいっぱいある。これ使えそうだな。長すぎるな。あれ？ちょっと動いた。結構無理やりだけどね。ゼルダはこれでいいんだ。リンク、あと2つだよ。ゴールが見えてきたね。イエーイ。で、まあ、ここも空きっぱになって、上のフロアがあるな。あ、ないか。上のフロアがあるわけではない。あ、普通にこれで取れんのか、もしかして。いや、そういうわけじゃないな。多いね。なんかあんのかな。無理やり。これ出れんのか？あ、出れるは出れるか。これで出ればいいんだもんな。ウィンディ？
っち側。一番下だな。あ、地味に敵復活してない？あった。あ、しかもここ写真来たわ。この入り方が分かんなかったんだよね。ん？そっちな、あ、それそうか。入り方分かんねえなあ。あ、か俺この下見てねえや。そっかそっかそっか、そっかそっかだけど、だからといって、ん、これ下から来るのか。いや、まさかな。危なすぎない？そんな強引なことをさせるだろうか。下がれるところまで下がってみるか。なんかあるね。よし。これであと1個だぞ。次で終わりだよ、リンク。あとそこなんだよな。曲も少しずつ重苦しくなってきたね。これどっから入るんだ？侵入経路がマジでわからん。開いたけど。だからなんだ？多分それないよね。下もぽっかり空いている感じがするんよな。すでに遅しなんだけど、うん、なんかあったな。ただこの感じはちょっと下から入るっぽくはないね。
最後の侵入経路はどこだ？あぶね、シャレならんてお前、危な、通れルーフもな、逆のことはできないからな。ある意味ここが一番近い気がするんだよね。でもなんもねえか。いろんなところに船浮いてるのは何なんだろう。この上昇切れたらどこまで行けんのかな。まあまあ高い。ん？なんか飽きそうじゃね？こういうことかー。おうおうおう、そういうことね。準備できた。オッケー、全部解けた。リンク、鍵が全部解除できたよ。これで甲板の扉を開けるはずだ。さあ行こう。はい。というわけで開けたみたいなんですけれど、まあおそらくそろそろボス戦かなっていう感じがするのでね、今回ここで一区切りにしたいと思います。はい。さあ、まあ一応ね、初のボス戦になりますね。多分どんな戦いになるのかわからないけれども、まあ中離と連携してね、戦っていくような感じになると思いますが、風を利用するのか遠距離攻撃を多用してくるタイプの敵なのか、まあ、しっかり見極めながらね、戦っていけたらなと思います。では、ゼルダの伝説のティアーズ・オブ・ザ・キンダムの実況プレイのパート22、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。